はいどうも、エルザです。それではマッチングアプリやっていきたいと思います。さて、前回に続きだね。単純にまあスキップとかしてまた探そうかな。あとはヤンキー君の高学歴2番目なんだ。不利2つだよね。で、スキップで、おー来た、インドア派さんにいいねされました。ててん。さあ、インドア派くん。どんな感じかな。じゃあ、攻撃しよう。うわ、いいね。その服、お母さんに買ってもらったんですが、直接的すぎるな。まあまあ、いい学校に通ってると思います。学歴、なんだね。しかし、断られてしまう。飲みに行きましょうよ。いいか。飲みってさ、意外とハードル高いからね。相手からするとね。好きなものには熱中しちゃうタイプですね。心が折れてしまう。アニメとか見る人ですか？やっぱオタク特有の早口っていうことだろうね。いいじゃん、早口でも。なものは熱心に喋るのはいいことよ。インドア派の連絡先を言って、結構早かったね。インドア派をゲットした。レベル上がらないんだね。10いいねゲット。漫画やゲームが好きな基本インドアですが、アウトドアも行けます。好きなことに二次元以外は、ずっと彼女がいませんでした。オタク体制があれば嬉しいですね。まあ、意外にいいやつだと思いますよ。いや、二次元は付き合えるようになってるからね。ちょっとあれだな。三次元行かないとね。学でスリムと。細かったもんね。やっとヤンキークゲットだね。意外としつこかった。そう、ゴイル。そう。いいね。はい、ヤンキーくんは、性格は自由で言う、自分で言うのもなんですが、意外に優しいです。昔はちょっと荒れてましたが、最近落ち着いてるので大丈夫。それを大切にしてます。女ができたら一途です。一度守ります。寂しい思いはさせませんし。させませんし、死の後は何？同じ人とったらどうなるのかなと思ってね。あとね、なんか、ね、移動できるらしい。なるほどね。ちょっと距離を置いとこう。あまり近づいてほしくない。じゃあ、ラッパーさんにいいねされましたということで、行きましょう。いやー、よく見るラッパーさんやね。ヨーヨーや。さあ、ラッパーにマッチング。どんな攻撃？うわぁ。ビート刻んでる。ちょっとなんかラップしてみてくださいよ。煽るな。さっき浮かんだこのフレーズ、いいイン踏めてませんか？いや、なんて言ったの？はい、連続攻撃。そんなに削ってんだけど。まあ、一発。ラッパーの連続をゲットした。ラッパーさん、親しみやすいからね。ラッパーをゲットした。連絡先をゲットボーナス10いいねされましたと。はい。ラッパーは27歳。一緒にいて笑わせてあげる自信あります。むしろそれが自分の使命。行動力あり、思い立ったら即行動。頭よりも体が先に動いてしまうのが長所でも短所でもありますと。Everyone have a good X 英語入れた。
はい、クリエイ、てか離婚してんじゃん。ちょっと待って。笑わせてあげ、一緒にいて笑わせてあげるって、自分の使命書いてあるけど、奥さん全然け、幸せにできなかったじゃん。ダメじゃん。もしかしたら DV 男かもしれんね。お、なんか出た。イケメン風さん、いいんすか？イケメン風さん、風なんだね。イケメン風とマッチングした。あ、これで？まだスノーヌード動物掘りしてるんですか？あー、久しぶり聞いたな。サバサバ系ってバシッと物言えてかっこいいですね。そうだね。あの、言えてるだけで別に、それを、かどうかって言われると、ここは言ったらいけないからね。よかったりする。お、ハゲ！イケメン風。なんだろう、あのポーズも、なんかすごいね。まあ、これでレベル6。スタミナも増えた。はい、イケメン風27歳。フットワークは軽い方です。車あるのでドライブ行きましょう。パケン、おっ、飛んでいきます。アッシーかな。お酒のコレクションが趣味です。よければ一緒に飲みませんか？趣味は古い映画を見ることです。まったり家デートでもいいですよね。あと、可愛い猫飼ってます。なんだろうな。全部さ、室内なんだよな。あ、そうなんだよな。嫌だよね。いきなり二人だけの空間、なかなかだよね。お酒よく飲む。はい。結婚の意思、まだ考えてない。23歳、7歳で、まだ考えてないわ。部屋に入れてた方がね、上手。あー、でもそうだね。こうやってみるとさ、空いてるの、あーってなるね。あー、やっぱ強化系なんだ。ホスト系の進化タイプみたいなね。あ、若者狙いの、じゃあ上もいるわけで、社長さんとかじゃね。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。